はい、こんばんは、しもちゃんです。ね、謎肉肉肉カーニバルということで何カップヌードルの謎肉ね、入ってるあの謎肉だけが箱詰めされた謎肉放題、謎肉だけかっていうんかなっていうものが売ってたんでね、買ってきました。予想販売、あ、200g、 カップヌードル47食分箱。これなんかよくなんだろう、シリアルがケロックとかのシリアルが入ってるような箱ですね。それに謎肉だけが入ってるらしいですね。はい、まあ写真はイメージですカップヌードルは別途お買い求めください謎肉以外の具材や麺は入っております。はい、ね、な感じで、まあ、豚の脂、国産またカナダ産、カナダ産は 5% 未満って言ってますね。粒状大豆タンパク、まあ、大豆も入ってると、で豚肉、醤油、玉ねぎ、卵粉っていうのかな、卵の粉、食塩、香辛料、調味料、燻液、一部に小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉含むっていう感じですね。はあ、100g あたり628キロカロリーということは200なんで1200ぐらいあると、これ全部食うとやばいな。謎肉放題、カップヌードル人気具材、謎肉、味付け豚ミンチ、正式には味付け豚ミンチっていうんですかね。大満足の 200g、 カップヌードルに追加してもそのままおつまみにしても、まあ、そのまま食ってもいい。まあね、あの加工品でやから、ボリボリ食っても美味しいのかな。謎肉で料理を作って、謎肉アレンジはあなた次第、そのまま食べてもいいよ。カップヌードルチャーハン、あのチャーハンアレンジを贅沢にアップグレード。そうね、カップヌードルでのチャーハン、やっぱこういうので混ぜてチャーハンにして、そのチャーハンの肉が増えるっていうのはなかなかね。謎肉キムチとピーマンの肉詰め、謎肉で肉詰めを作る、謎肉モニモニボロネーゼ、謎肉バーガーこんなんでいますよって言った。じゃあ開けてみましょうかね。バリバリ、おお、銀の袋に入っておりますね。パンって出そうなんだけど、こういうの怖いかな。まあいいや。はい。謎肉がゴロゴロと。じゃあちょっとこのお皿に出してみます。これだけでもカップヌードルに入ってるより随分多いですね。じゃあまずは食べてみましょうか。あ。意外と柔らかい。意外と柔らかいですよ。もっと硬い、バリバリ食べるもんだと思ってたら、バリバリする感じだと思ったんですけど、意外と柔らかくて美味しいですよ。これこのままでも十分いけますね。だからなんだろう、カップヌードルだからお湯かけなきゃいけないと思ってたんで、カップヌードルこういう状態にする、上からお湯かけるの大変だなって、ペットこうお湯かけてからこうかけるんかなと思ってたけど、カップヌードルね、お湯入れて、3分
分経ってからこれを上にアドオンっていうのも十分いけますよ。はい、じゃあね、そうね、カップヌードルに入れていこうかと思うんですけど、その前に、そうそう、だいぶ前にね、買ってね、忘れてたね、こいつ謎肉まみれカップヌードルだったんですね。しっかり忘れてたんですよ。大丈夫、やっべ3月15日まで。まあね、カップヌードルなんか賞味には多少切れたってあれなんですけど、まあこれがどうだったかっていうのちょっと今食べないけど、今これ食べて、これはちょっときついんで今食べないけど、中だけちょっと見ましょうかね。まあ一応カップヌードル謎肉まみれ、まあ、普通のカップヌードルに謎肉をアドオンしただけのやつだと思うんですけど、こいつがどの程度、このまみれというやつがどの程度か、ほら、これでさえこれですよ。もうこの時点でこいつに勝ってますからね。うわ、つまりどれだけのものかが分かるというもんですよ。じゃあ早速こっちにね、これと一緒に食べていきましょうかね、ということで、さすがビッグぐらいでないと謎肉入らないかなと思ってビッグにしたんですけど、ビッグにする必要なかったかなって。エビも入ってます。これに、まあとりあえずこいつアドオンしてもまだまだ入ります。えらいこっちゃよ。それでもまだこんなに残ってる。これで、これで3分の1か、下手すりゃ4分の1ぐらいしか使ってないです。ちゅうことでね、これでちょっといってみましょうかね。じゃあお湯、はい、お湯、アレクサ、3分後に教えて。じゃあ、はい、3分待ちになります。アレクサ、ストップ。はい、というわけでね、3分経ちましたんで食べていこうと思います。はい、まずね、揚げましょうかね。ドヒャー、謎肉の大盛りだー、すーごいね。これだと混ぜにくいのでここにぶち込みましょうか。よし、謎肉隠れちゃうな。すごいね、謎肉。アドンしようか。いやー、カロリーすごいな。よいしょ、いてて、これでも十分ね、後乗せで十分いけるんですよね。さっきのあの柔らかさからするとね、これの時点でちょっとまあやや硬いけど、これね入れたら十分でしょうね。はい、じゃあちょっと食べていきましょう。いただきます。うわ、これだけで何キロあるかね。やばいやばいやばいね。いつも言ってるように目の前にカメラあるんでね、この下の方にいる謎肉を
何を引っ張ってましたか。謎にこう入れないとね、せっかく、はい、謎肉祭りですよ。こんな美味しそうなはい、じゃあ食べてみましょう。謎肉が美味しいですね。なん謎肉自体にも味がついてるからさ、謎肉の味わいがすごい口に広がりますよ。麺を吸って、その後この謎肉をかき込むとね、うん、すごい美味しい。謎肉の充実感、この満足感、うんね、美味しいですわ、うん、美味しい。これはいいですよ。外乗せの謎肉で、まあ一緒なんですけどね、これでも十分柔らかくなってると思いますよ。うん、同じぐらい、これは十分ですよ。美味しい。うん、これはいいですよ。うんと、常に売っといてほしいね、これ、うん、常に常備しておきたいですね。そんな、なんか料理も作ってみたいですけど、はい、というわけで謎肉だけ、謎肉だけ最高ですよ。デブには本当にカップヌードルでね、だからカップヌードルとか、まあ謎肉入ってたりする、謎肉入ってるんですけど、やっぱりデブって麺よりも具が欲しいんですよ。そうするとやっぱ具、こんだけ具がアドオンできるのは非常に嬉しいですよ、はい、というわけでね、これはまああとゆっくり食べますけど、とりあえず今回の放送はね、以上となります。肉、うん、かなりおすすめです、まあ、お値段はね500円しないぐらいかなだったと思います。後でテロップにも書いておきますけど、うん、これをね、まあ、こんなに入れなくても、こんな一つまみずつぐらいをこうアドオンしてゆっくりね、ゆっくりというか、まあちょびちょび使っていくのがいいかなと思います。こんなに入れちゃう、まあ、でカロリーがね怖いんでね、はい、じゃあとりあえずね以上となります。よろしければね、チャンネル登録とかグッドボタンを押していただけると非常に嬉しいです。では皆さん、またねー。